この番組はこのスポンサーの提供だ。お送りします。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスのお兄さん魔法でございます。今日もよろしくお願いします。僕何を隠そうデスボイスの先生なんですよ、をやらせていただいてるんですけれども、ちょっとデスボイスの先生ならではのちょっと声に関する検証を今日はやっていきたいなと思ってるんですね。でちょっと今日すでに見えているかもしれないんですが、ちょっとゲストをねお迎えしてちょっと検証していきたいなと思ってて、この方です。ヘリウムガスさんですね。かの有名なねヘリウムガスさんに、今回来ていただいておりまして、メジャーアーティストですよ。メジャーアーティスト、ちょっとお迎えして今日はねお送りしていきたいと思ってます。すいません、今日の意気込みお伺いしていいですか。わかりました。ということで今回やっていきたいのが、ヘリウムガスを吸った状態でデスボイスを出すとどうなるのかという感じでやっていきたいと思うんですよね。これ誰しも気になったことあると思うんですよ。人間というねこの世に生を受けている以上、ヘリウムガス吸った状態でデスボイス出すとどうなるんだろうな、怖いなぁ、怖いなぁっていう、こういった考えにね、必ず、一生に一度はね、至ると思うんですよね。そんな感じですね。今回は僕が一肌脱いで、皆さんのね、その疑問を解消していければいいなと思っている次第でございます。こんな感じで、このチャンネルでは、日々発声関係のお話だったりとか、音楽関係の話だったりとか、歌ってみたの動画だったりとかね、いろいろアップロードしておりますので、まだチャンネル登録をしていない方は、ぜひこの機会によろしくお願いします。ということで、行ってみましょう。まあヘリウムガスご存知ない方はほぼいないと思うので、説明はざっくりでいいと思うんですけど、このガスを吸った状態で出した声っていうのが高くなりますよっていう、そういうツールなんですよね。でデスボイスって低い音、まあ真ん中の音、高い音ってざっくり、こう音階って分かれてる、もちろんねグラデーションですけどね、ざっくり言うとその3段階に分かれるじゃないですか。でそれをそれぞれこのヘリウムガス吸った状態で出したらどうなっていくのかなっていう検証をちょっと今日していきたいなと思ってるんですよね。ってことで、まずは私が普通にデスボイス出すとどういう音になるのかっていうのを、出していきたいと思うんですけど、じゃあまず低音、まあこんな感じですかね。これが低音。まあ低音にもいろいろあるんですけどね、割とこうベーシックなものをやりました。じゃあ今度真ん中、まあこの辺ですかね。で高いとこ、まあこんな感じですかね。まあそれぞれこう高いところ、真ん中、低いところってあるわけなんですけど、これをじゃあちょっとヘリウムガス吸った状態でやってみるとどうなるのかっていうのをやっていきたいと思います。まあ一旦これ普通に吸ってみるとどうなるかっていうのだけ軽く試してみると、こんな感じになるんですよね。こういう感じの高い声になって、でだんだん喋っていくとこう戻っていくみたいな感じなんですよね。これなんか喉を操作してるとこじゃなくて勝手にこういう風になる。今もう多分普通の声に戻ったんだけど、まあこんな感じがヘリウムガスの効果なんですが、じゃあまずちょっと低いシャウトはどうなってしまうのかっていうのをまずは試してみたいと思います。あれあれ変わんないこれあれおかしいな、全然変わらなかったね今ね。あれ全然変わんないのかもしれん。これちょっと待って、企画通りだよこれ。ちょっともう一回やるよ。変わんないねこれやばいやばい、企画がちょっとこれやばいぞ。ちょっと変わんないと困るんですけど、ちょっとあれちょっと待って、マジで変わらんくない？ローに関してはちょっと今この普通のトーンでちょっともう一回出すけど、こんな感じなんだけど変わらんなあれちょっとおかしいな。低いシャウト変わってほしかったんだけど、まずじゃあちょっと低いシャウト変わらないという結果ですね。まあいいか、しょうがない、実験だからね。じゃあちょっと次真ん中いこうかなと思いますけど、あれれれれ、これも変わんない説ある？ちょっと待って、もう一回、これちょっともう一回だわ。もうめ全部息吐いて、まあちょっと変わるぐらいかでもね、なんかね出しにくいんだよね。まあ多分このブレスのね、この間それこそブレスのねやり方の動画とかをアップしましたけども、ブレスの仕方がやっぱ変わるから、それでやりにくいのかもしれないけど、なんか出しにくいわ中域シャウト。ローはそうでもなかったんですけど、なんかちょっと出し心地変わっちゃうな。あーお
いや、まあなんか、ちょっと変わるけど。うわー、残念だな。じゃあ最後にちょっと高いやつやらせてください。高いやつね。まあ、ローよりはミドルちょっと変わった感じするから、ちょ、さすがにハイはちょっと変わるんじゃねっていう、期待してます。私。はい、どうなんでしょうか。ちょっとやっていきたいと思います。もう学んだからね。もう、吐きに吐いた方がいいから。一番変わったんじゃないこれ。ほら変わるやんこれ。すげえ。なんかよりちょっとこう皮肉めいた音になったの。なんかね、普通に出すとこんな感じなんだけど、これよりやっぱちょっとワントーン高くなりましたね。なんかね、あ、すごいわ。やるやん。え、肺は結構変わるな。これちょっといいかもしれんな。ちょっとじゃ、ちょっとミドルもう一回やろうぜ。ちょっとリベンジ。変わんない。もうやだ。ミドル全く変わんない。もうマジで。ちょっとローとミドルはやっぱなんか無理みたいなんで、ちょっと最後に一回だけまたハイをやって終わりにしたいと思います。使い切っちゃいたいと思います。いやー！うわー、超怖い、すごい！ほら、すごない？これはちょっとすごいよね。いやー、ハイはちょっと面白かったぞ。はい、ということで、こんな感じで、デスボイス、まあ、三音階というか、三音程、ちょっとヘリムガスをね、吸って出してみたんですけれども、ローとミドル、まるで変わらんやん。何これ。びっくりしました。でも、一方で、なんか高いシャウトは、なんかもっと高くなったわ。なんか、もうそもそも、喉仏が上がり気味の発生、まあ、つまり、不可抗力で喉が上がってしまうくらい高い音域の方が、なんかヘリウムガスとの相性がいいみたいですね、なんかね。出してる時もなんか気持ち楽よ。なんか、吐いてる息がやっぱなんかいつもより軽い感じ。多分、ヘリウムガスってそういうもんですもんね。なんか軽いんだよね。ヘリウムガス。だから軽い声が出るってことだと思うんだけど。これなんかあれじゃない？高いシャウトの感覚がちょっと、つかめないとか、高い音が自分のは気に食わないみたいな人、これワンチャンあるじゃない、これ。ということで検証結果としては、ミドルとローは全く変わんないけど、ハイはなんかすげえいい音になったっていう感じになりました。はい、今回の検証いかがでしたでしょうか。皆さんの中にもですね、気になってたよっていう方とか、まあ、100人中99人ぐらいは、いるのかなと、思ってますし、僕もこれね、ずっと気になってたんで、解消できてよかったなって思ってます。はい、今回の動画、よかったよ、興味深かったよという方、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方、そちらもぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバイ！あ、やっぱすごいわ、これめちゃくちゃ高くなりますね、これ。すごい。バイバイ！ありがとうございました！バイバイ！